浪民カレッジ北海道学大学インターネット講座今回は美しさの起源はアテネローマ小樽の銀行建築に古典主義様式を探るというテーマで北星学園大学短期大学部生活創造学科の遠藤太郎准教授にお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします遠藤先生 先生の研究分野は西洋建築史と西洋美術史と伺っていますそして今回のテーマですが小樽の銀行建築にアテネやローマの歴史が関わっているのでしょうかはい、実は小樽の街並みには古代ギリシャやローマの建築美が隠されていたんですそうなんですか、初めて伺いましたええ、小樽の街並みを特徴付けているのはご存知の通り 明治末から昭和初期にかけて建てられた銀行建築ですが、その多くは古典主義という様式に基づいてデザインされています。この古典主義様式の起源が古代ギリシャとローマに遡るというわけです。本講座では、この古典主義という様式の起源と特徴を踏まえ、小樽の建築の美をどのように捉えるべきか考えたいと思います。はいえ、遠藤先生、 古典主義様式というのはどういったものなんでしょうかフリップをお願いしますまずは古典主義建築の起源からご説明しましょう古典主義建築の起源の一つ目はギリシャ建築です紀元前5世紀に最盛期を迎えたギリシャ建築はアテネのパルテノン神殿に代表される神殿建築を中心に発展しました ギリシャ建築の特徴はまず円柱ですこの写真からわかる通りパルテノン神殿などは建物の外観のほとんどが柱の列です確かに柱だらけの建物ですねはいギリシャ建築で主に用いられた円柱の形状には2種類あり1つはドリス式と呼ばれ太く力強い膨らみを持った柱ですこの膨らみはエンタシスと呼ばれます 柱上端の中等と呼ばれる部分は皿のような上広がりの丸い板これは駅主と呼ばれますこの上に平らな四角い板こちらはアバクスと呼ばれますこれを載せた形になっていますもう一つはイオニア式と呼ばれ中等には髪の毛が内巻きにカールしたような渦巻き装飾がついており柱下端の中層と呼ばれる部分には何枚かのホットケーキを重ねたような装飾がついています またどちらの種類の円柱にもフルーティングと呼ばれる縦溝がついています巧みな装飾が施されていますね他にはどのような特徴があるんでしょうかはい円柱の他のギリシャ建築の特徴としては三角形のペディメントがありますその三辺をすべて張り出させ三角形を強調していますまずは古典主義建築の起源の一つ目であるギリシャ建築の特色を伺いました それでは次のフリップをお願いします古典主義建築の起源の二つ目はローマ建築です一から三世紀頃に最盛期を迎えたローマ建築は闘技場であるコロッセオのような大規模な施設や凱旋門などをみ生み出したことで知られていますローマ人は芸術の面ではギリシャ人から大きな影響を受けたため 円柱やペディメントに関してはギリシャ建築とかなりの部分が共通ですしかし窓や空間の上部を丸いアーチやドームで覆うのがギリシャ建築とは異なるローマ建築の大きな特徴ですこれにより大規模な建造物を効率よく建てることができましたその他にラスティケーションと呼ばれる壁の石積みの強調表現があります石材の継ぎ目をくぼませて強調する あるいは石材の表面を荒削りのような仕上げにするものです確かに表面の仕上げが荒々しくて滑らかではありませんねよく言えば力強いですねはい最後に古代の建築全般に共通する特徴として輪郭や区分けの強調があります建物やペディメントの上部にはコーニスと呼ばれる日差しがくっきりと張り出しまた建物の各階の区分も 線ではっきり強調されています建物の左右の両端に柱型の出っ張りが付けられることもありますアーチの輪郭にもいちいち縁取りが付けられています紀元前から紀元後ギリシャ建築からローマ建築への変遷をご紹介いただきましたギリシャとローマのデザインはその後どのように受け継がれたのでしょうか次のフリップをお願いします これらギリシャローマの建築をお手本として設計されたのが古典主義建築です古典主義建築はルネサンス期のヨーロッパで始まりましたイタ,リのイタリアの例をいくつか見てみましょうこれは15世紀の教会堂ですが正面を外旋門のような形に作りアーチを多用しその上には神殿のような三角形のペディメントを掛けているのがわかりますついでこちらは16世紀の宮殿ですが 円柱をこれでもかというくらいたくさん並べていますこちらの15世紀の宮殿では石積みに注目してください一番下の1階はゴツゴツして重々しく2階は普通にそして上部の3階は滑らかに仕上げられていますつまり石積みの表現で階ごとの表情を変えていますまた最上部には大きなコーニスを張り出させ さらに各階を区分線ではっきり区別しています石造りが存在感を引き出していますねはい次のフリップをお願いします本講座のテーマでもあります小樽の銀行建築に見る古典主義建築です小樽の銀行・金融機関の建築で古典主義様式によるものは十件程度ありますがこの講座で主に分析する四件をまずは簡単に紹介しましょう 1>, 1軒目は旧三井銀行小樽支店です正面の5つの大きなアーチそして壁のほぼ全面を覆う力強い石積みの表現が特徴ですまた最上部にはとても迫力のある大きなコーニスが思いっきり張り出しています次いで旧第47銀行小樽支店です美しいフルーティングを持つ4本の白いドリス式の上品な円柱が特徴です また円柱やコーニスの白と壁面のレンガタイルの茶色の組み合わせにも味わいがあります3軒目は旧安田銀行小樽支店です角地に立っているため4本の大きな円柱を持った正面が東と南の2面に作られていますフルーティングや装飾の少ないストイックな円柱建物土台部分のまるで石垣のようなゴツゴツした石積みの表現も特徴です 最後は日本銀行旧小樽支店ですアーチ型の開口部や白い円柱、ペディメント、石積みの強調表現などを組み合わせた複雑な構成になっていますこれまで古典主義建築の事例をいくつか見てきましたがいずれも古代ギリシャ、ローマの建築のさまざまな要素が利用されていますねはい、ところでここで一つ疑問が湧いてきませんか。 例えばルネッサンスのイタリア人はなぜ1000年以上も前の建築をお手本にして建物を設計したのでしょうか不思議ですね、ましてや小樽の建物は20世紀に建てられたものですからわざわざ2000年前の建物をお手本にしたということになりますよねそうですね、古代ギリシャやローマの建築は神殿や闘技場、凱旋門といった用途の建物でした。 ルネッサンスのイタリアや20世紀の日本に神殿や闘技場、凱旋門を建てようとしたのなら、古代ギリシャやローマの建築をお手本にするのもわかります。しかし、イタリアやオタルの古典主義建築は、教会堂や宮殿や銀行といった古代の建築とは全く異なる用途のために建てられています。では、なぜ古代の建築がお手本にされたのでしょうか。はい。 理由の一つにはルネサンス時代のヨーロッパの人々,が人々の間に見られる現代人よりも古代人の方が優れていたという考え方がありますとりわけ芸術や建築はその考え方が強かった分野ですそのため古代ギリシャローマの芸術作品や建築はルネサンス時代以降多くの芸術家建築家たちが学ぶべきお手本とされていましたししかし その考え方だけで、これほど多くの古典主義建築が建てられることはなかったでしょう。その証拠に、現代人よりも古代人の方が優れていた、という考え方が力を失った20世紀にも、例えば小樽の事例のように、多くの古典主義建築が建て,建てられ続けました。なるほど。では、どういう理由が挙げられるのでしょうか。はい。ここから推測されるのは、ルネッサンス以降20世紀まで、 古典主義建築が多く建てられた理由は古代の建築の造形の美しさそれ自体にもあったということですそして古典主義建築はたとえ古代の建築とは用途が異なっていても古代の建築の美しさを再現しようと努力したということですその美しさを小樽の銀行建築を題材として分析するというのがこの講義の目標です えそれではののの銀行建築の分析ををおお願願いいししまますす、はい、次のフリップをお願いしますさて先ほど紹介した小樽の銀行建築4件を題材に古典主義建築の造形を分析したいのですがここでは古典主義建築とちょうど正反対の性質を持つモダニズム建築との比較を分析の道具にしたいと思います。 こちらの2件は20世紀のモダニズム建築を代表する住宅建築で1件目はパリ郊外に立つサボア堤2件目はパリ市内に立つラロッシュジャンヌレ堤ですこれらの建築は建設された当初はそれまでの伝統的な建築様式その1つが古典主義建築ですがそれからあまりにもかけ離れたデザインで物議を醸した建築です 古典主義建築の特徴を明らかにするための比較対象としてぴったりと言えるでしょう二十世紀を代表する建築家ルーコルビジェの設計ですねそうですね我らが小樽の古典主義建築とコルビジェのモダニズム建築と柱壁輪郭と区分という順に比較していきますまずは柱の比較です左は 旧第四十七銀行小樽支店の柱右がサボア邸の柱です古典主義の柱は中東と中層を持っているためしっかり手のひらを広げて上に乗る針を支え同時に足の裏を広げて土台に踏ん張っているように見えます一方モダニズムの柱ははっきりした中東や中層を持たないため重いものを支えている柱というよりも幾何学的な棒のように見えます 建築というものは大きく重たいものであり、それを支える柱は常に大きな重さに耐えています。古典主義の柱もモダニズムの柱も重たいものを支える点では同じです。しかし重たいものを支えていることをはっきり表現しているのが古典主義の柱と言えるでしょう。確かにどっしりとした印象を受けますね。はい。つまりモダニズムの柱が黙って重いものを支えているのに対し、 古典主義の柱は重いものを支えていますと声に出しながら重いものを支えているということですしかし旧第四十四銀行の柱が語りかけていることはそれだけではありませんこの柱をよく見ると上から下までまっすぐではなく少し膨らみを持っているのが分かりますこれはギリシャ建築の円柱の紹介の紹介の際に触れたエンタシスですつまりこの柱は ただ、受動的に重いものを硬直しながら支えているのではなく弾力性を持った力強い人間が二の腕や太ももの筋肉を膨らませながら重いものを支える,支えるように積極的に支えているっていうということもアピールしていますつまりこの円柱は重いものを支える力を十分に持っていますよとも語っているわけです。 さらに光と影を幾重にも重ねて際立たせるフルーティングをひだのあるドレスのように身にまとい力強さの上にも優美さも忘れていないということを示しています少し柱にこだわりすぎたでしょうか柱が持つ役割には深い意味があるんですねはい確かに古典主義の建築家は柱のデザインに命をかけていました そのため旧第四十四銀行の柱のいうことについて詳しく耳を傾けてもらいました柱壁輪郭ということですから次は壁ですねはい次は壁の比較です左が旧三井銀行小樽支店右がラロッシュジャンヌレテの壁面です旧三井銀行小樽支店では壁の表面に貼られた石の縁をカットして 凹凸を出し石積みの表現を強調しています一方ラロッシュジャンヌレテでは壁の表面は白く塗装され平らに仕上げられていますなぜ古典主義建築は石積みを重視しているのでしょうかはい、古典主義建築が石積みの,の表現にこだわる理由の一つは石積みはコストと手間暇のかかる高級な建設方法であり 格式を表すためには最適だからということがありますただし理由はそれだけではありません先にご覧いただいた旧三井銀行の壁はラロッシュジャンヌレ邸の壁と比べて単に高級で格式があるように見えるだけではなくなんと言っても重々しく力強く見えます下の石が上の石をしっかり支えているように見えます一方ラロッシュジャンヌレ邸の壁は 建物を支えている壁というよりまるで建物の表面にピンと張り渡された白いシーツのようにすがすがしく軽快に見えます同じ壁でも表情がずいぶん違うんですねはいつまり古典主義建築においては壁の石積みも柱と同様重さとそれを支える力強さの表現となっていますそして古典主義建築の円柱が 二の腕や太ももを思わせるとすれば古典主義建築の壁はどう思わせます旧三井銀行の壁を見ると土台のすぐ上の部分にはひときわ膨らんだ石が貼られていますこれはまさに鍛え上げられたシックスパックの腹筋にあたる部分と言えるでしょう確かに腹筋に見えますねはい建物の壁は柱と同様重く大きな建物を支えさらに風雪に耐え 内部のの住人をを守る役割を果たすものですもでここで今度は旧三井銀行小樽支店の壁が語っていることに耳を傾けるならこの壁は単にそのような役割を果たしているだけでなく「支えています」「守っています」「そして支え守る力を十分持っています」そう主張しながら自分の役割を果たしているということになるでしょう。 建築は見て感じるということも大切なんですね。柱壁ときました。次は何になりますか。はい。次は建物の輪郭や区分の仕方を比較しましょう。輪郭に注目すると旧安田銀行小樽支店でまず目に入るのは。最上部の輪郭を際立たせるコーニスです。コーニスは機能的には。 壁面や窓に雨が当たるのを防ぐ役割を持っていますがそれと同時に建物の最上部をきっちり締めくくりこれでおしまいですと宣言する造形的な役割を持っていますそれに対してラロッシュジャンヌレ亭の壁面上部にははっきりしたコーニスはありませんむしろそのまま壁を上に伸ばして建物を増築できますよと言っているようにも見えます ラ・ロッシュ・ジャンヌレ邸は街中でよく見るビルの壁面のようですねはいさらに旧安田銀行小樽支店の壁面は石積みの表現の違いや水平の細い出っ張りによって最下部ですべての重さを支える土台を表現する荒々しく力強い石積み中間部分で建物本体を守る壁を表現する整った石積みそして最上部の最も平滑な石積みと 3つの部分に明確に区分されています旧安田銀行小樽支店の柱も存在を主張していますねそうですね一方ラロッシュジャンヌレテの壁面は1階から3階まで全て同一の平らな白い面で区分線もありませんつまり旧安田銀行小樽支店を構成している3部分はそれぞれ下から始まります続きます終わりますと はっきり宣言していることになりますそしてこれは古典主義建築の円柱が単なる棒ではなく中素と中等を持ち同じように始まります続きます終わりますとはっきり宣言しているのと同様ですこのように始まりと終わりを明確に表現するというのも古典主義のデザインの大きな特徴です柱壁輪郭の特徴を教えていただきました それぞれぞの要素に特徴がありましたが全体をまとめるとどののよううに言えるのでしょうかはい古典主義建築の造形的な特徴はそれぞれの要素が建物の大きさや重さを力強く支えまたそれぞれの要素の役割分担をはっきり区別して各自の果たしている役割を見る人に語りかけるように強調して造形されているということでした。 ここまでは古典主義建築の造形的な特徴を伺ってきました次のフリップお願いしますこれまでお話ししたことから古典主義建築の美の特性が明らかになったと思いますそれは自分の役割に自信を持ちそれをわかりやすい言葉で主張して物事の区別やけじめを重んじ 力強いと同時にしなやかでもあるそのような美ですつまり戦術めれば明るく力強い秩序を持った生命感と言えるでしょう最後にこれまでに古典主義建築の一般的特徴を明らかにするため要素ごとバラバラに分析してきた小樽の銀行建築をそれぞれ異なる個性を持った一つの建物として鑑賞したいと思います 同じ古典主義建築でも美しさにはそれぞれ個性があるんですねそうですまずは小樽の銀行建築の中で最も迫力を持った建物旧三井銀行小樽支店です建物の幅は30メートルほどコーニスの下までの高さは13メートル弱とそれほど大きな建物ではありません しかし大きなアーチを5つ並べたシンプルな構成と壁のほぼ全面を覆うしっかりした石積み表現そして深い影を落とす巨大なコーニスにより寸法以上の壮大さを感じさせます。またこの建物は他の3軒とは異なり円柱を用いず代わりに大きなアーチを密に並べています。この部分が建築というよりも 古代のコロッセオのような土木的なスケールの構造物を思わせそれがこの建物から感じられる独特な壮大さを生み出していると考えられますさらに玄関部分はとても頑丈なまるで金庫の扉のようなデザインです硬く重々しく何があってもびくともしないまさに銀行にふさわしい建築でありまた同時に古典主義様式を取り入れた 20世紀前半の日本の多くの銀行建築の中でも屈指の個性派といえるでしょう。現在、この旧三井銀行小樽支店は復元され歴史的建造物として一般公開されていますので外観と内部が見学できますね。次は旧第四十四銀行小樽支店です。 小樽の銀行建築の中で最も味わい深い建物です。コーニスの下までの高さは8メートルほどと今回取り上げた中で最も小さな建物ですが、色彩の面でも形の面でもとても多彩な建物です。白い部分つまり、土台と玄関円柱コーニスです。それと茶色い部分、つまり壁面のタイルです。それがコントラストをなして色彩的な豊かさを見せる。一方円柱。 四角い玄関さらに円柱の間に収まったスレンダーなアーチ型の窓と造形のバリエーションにも飛んでいてとても絵画的な趣を見せていますまたこの建物では玄関周り円柱コーニスに多くの細かな装飾が施されているのも見逃せません建物の大きさや立地から近くから見られることを意識してデザインされたのかもしれません 本当に多彩なデザインの正面ですね円柱に関して言えば小樽の建築の立面に設置されたものとしては最も丹精込められた円柱で直径は70センチほど高さは5.5メートルほどありますふっくらした中層と柱本体をつなぐ繊細な曲線ドリス式らしい浅いフルーティング風変わりな丸いアバクス 輝くような明るい白い色が相まってとても愛らしい四本の円柱となっていますそれらが中央の柱間は広く両端の柱間は狭くとリズムを変化させながら立ち並んでいます四本の柱が見るものを引きつけますねはい続いては旧安田銀行おたる支店ですこの建物は 小樽の銀行建築の中では日本の古典主義様式の銀行建築の典型的な姿を最もよく表している建物と言えるでしょうしっかりした石積みの表現大きな円柱四角いブロック状の姿全てが典型的な銀行建築です旧第47銀行小樽支店と比べると四角いブロック状の形に4本の円柱を並べるという構成は同じでもスケール感が異なります とりわけ旧安田銀行の円柱は直径が1メートル強高さが8.4メートルほどと寸法自体が大きい上フルーティングも中素も持たない非常にシンプルな造形により寸法以上の大きさを感じさせますまた旧第四十7銀行の4本の円柱がリズムを変化させながら並んでいるのに対し旧安田銀行の4本の円柱はすべて同一の柱まで リズムを変えずに立ち並んでいますさらに旧第47銀行の円柱に見られた膨らみつまりエンタシスですがそれが見られず上まで直線的に立ち上がっています同じ円柱でもずいぶん違う印象を受けますはいそれらがこの大きな円柱に少し無機質な印象をそしてこの建物に少しとっつきにくい印象を与えているかもしれません しかしこの建物の立地つまり交通量の多い交差点に立ち遠くから見られる可能性が高いという立地を考えると旧第四十四銀行のような繊細さではなくこの建物の多少の騒音は無視してしまうような少し不愛想な表情と具の大きなゴツゴツした構成がふさわしく思えてきます建物南側の中央通りが拡幅された現在の状況ではなおさらそう思えます つまり旧第四十七銀行と旧安田銀行は両者とも四角いブロック状の形に4本の円柱を並べたとても共通性の高い構成を持っているにもかかわらずそのキャラクターはほとんど正反対と言ってもいいほど異なっています。 小樽の銀行建築の親分であり、今回取り上げた中で最も大きな建物です。この建物は大きな円柱や力強い石積み表現などの見どころを持たず、全体も複雑な構成です。つまり、これまでの三件のような分かりやすさがありません。何かいろいろな要素が混じり合っているように見えますね。はい。 しかしこの建物には古典主義様式という観点から大変注目すべき部分がありそれは白い石で作られた中央の玄関部分ですまずは円柱に注目しましょう先ほど紹介した旧第四十四銀行と旧安田銀行の円柱は幅が1、高さが8というプロポーションでしたがこの日本銀行旧小樽支店の円柱も1対8のプロポーションです しかし、このドリス式円柱は直径が47センチほど、高さが3.8メートルほどと、今日紹介する中で最も小さな円柱です。さらにフルーティングも持ちません。しかし、日本銀行旧小樽支店の円柱は、中層・中等とも薄くシャープにデザインされ、エンタシスをまとい、高い台座の上に乗せられた真っ白な姿は円柱の見本のようです。 玄関の開口部と柱とのバランスが素敵ですねはい。2本の円柱で支えられた水平材には建物名称が入れられその上にコーニスが突出しさらにその上部には小さなペディメントが載っていますコーニスの張り出しが大きいため残念ながらこのペディメントは道路の反対側からでないと見えません ペディメントの造形は中央と両端にアクロテリオンと呼ばれる装飾を取り付けており古代ギリシャ時代のものを単純化した形になっています古典主義様式のペディメントを持つ建物は多くてもアクロテリオンまで再現しているものは珍しいですここに円柱とペディメントが組み合わされたまるでギリシャ神殿のような 小樽の銀行建築の中で最も由緒正しい古代風の造形を見つけることができましたただし道路の反対側から見る必要がありますこの古典主義の雛形あるいは古典主義のメートル元気のような玄関はこの建物が果たしていた役割にとてもふさわしい玄関だと思われますまさに日本の中央銀行銀行の基準としての銀行にふさわしいデザインなんですね はい古典主義様式の伝統を踏まえて小樽の銀行建築の美を分析鑑賞してきました古典主義建築は古臭くてよくわからない高価な装飾をたくさん身につけ少々お高く止まっている馴染みにくい建物と思われがちですしかし一方で古典主義建築は本来饒舌で見る人に明確な言葉で語りかけてくれる建築でもあります これこの講義をきっかけに小樽の歴史的建築をまた全ての歴史的建築を身近に感じていただけると幸いですこれから小樽を訪れたときは意識して銀行建築を拝見したいと思いますそうですね歴史的にも大変貴重な建物が身近に感じられる旅になるかもしれませんね遠藤先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました